よし、じゃあ続きをやっていきましょうか。追跡を続けること、こっち方面、永遠を追い求めた永遠の形がな。やっぱりここにも獣疫ハウンドがいたぞ。私に任せて、一人でやれと。ここより弱滅の時、さばきのイカズチ、そこよっ、あ、いや、ダメージ食らうんか。食らわないんかと思った今。当たってなかっただけだった。どうしてそのようなことを聞くのでしょう。普段ならもっと手際よく刀を抜いてシャキーンって一瞬で切り伏せるだろう。心配はいりません。私はただ力を温存しておきたいだけです。事前にある程度の情報を得てはいますが、いつ不測の事態が起こってもおかしくはありません。ですから最善の準備をしておかなければならないのです。もしより強大な魔獣があたりに潜んでいたら、それに対応できるだけの力が必要になりますから。おお、さすが百戦錬磨の大将軍。この木の根は深い傷を負っているみたいだ。このことをシャブ業の人に伝えないと。あれ、また光り出したぞ。あなたは古山。ん？将軍様、遠方の戦場へとお出向きになられたのでは。どうしてまたお帰りに。遠方の戦場？これも500年前の出来事なのか。私から紹介しましょう。この者は古山。かねてより私に付き従っていた茶人です。古山は目が見えませんが、常人をはるかに超える神秘を備えています。彼が入れたお茶は稲妻でも一二を争うものなんですよ。そんな恐れ多い。これはただ将軍様にずっと付き従って得得した特技に過ぎませんよ。ところでお客人をお連れのようですが、このような状況ではおそらく皆さんにまともなお茶をお出しすることはできません。それでもよろしければこちらに座ってしばらくお休みになられませんか。何せ外はもう大混乱ですので。なあオイラたち、どうしたらいいんだろう。外はもう猛獣だらけで真っ暗なんだ。それに怪我人もいっぱいいて。そうですか、もうここまで攻めてきたのですね。付近の住民はもうほとんど逃げました。彼らはこの老骨も連れて行こうとしましたが、私は意味がないと思いここに残ったのです。将軍様がいらっしゃるのですから、私が逃げる理由などありません。それにもしこれが将軍様ですらどうしようもないことだったとしたら、一体どこに逃げればいいというのでしょう。逃げるのは生き延びるため。行きたいと思うのはまだやり遂げていないことがあるため。しかし私にはあいにくそのような考えがありません。
後悔や心残りもないのです。将軍様がお茶をたしなむとき、いつも無双のことを私に話してくださいました。その話を聞いていると、たとえ長いこと光を失っていた私でも、稲妻の最も美しい山々や海を旅しているような気分になれたのです。時が経つにつれ、私は将軍様のロマンと夢のある考えを理解するようになりました。いつも言っていましたよ、美しきものは時の流れとともに変化し消えていく。だからこそ人生において悔いのないよう楽しまなければならないと。それって、私はすでに無数の美しき物事を見てきました。たとえ最悪の今であっても何の不満もありません。それも間違ってはいません。あと少しすれば私も将軍様にお別れを告げる時が来るでしょう。この災難の後、将軍様の再建した稲妻を見れないのは本当に残念で仕方ありません。しかしそれでもいいのです。皆稲妻が闇に包まれたと言っていますが、私の目には稲妻はずっと真っ暗だったんですから。災難が過ぎれば神聖が来たるもの。たとえ私がその時まで生きながらえたとしても、ただの風情のわからぬ盲目の老人。やはりこれ以上はやめておきましょう。おや、これはいけない。自分の話ばかりしてお茶を出してもいませんでした。将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは、なんと失敬なことを。少々お待ちを。今すぐ。おや、茶道具はどこに。もしや他の者がここを離れようとした時、どこかにぶつけて割ってしまったのでしょうか。確かに茶道具はどこにもなさそうだな。やはりありませんか。いつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが。いやはや、将軍様と客人方にお恥ずかしいところを見せてしまいました。いえいえ、客人に取りに行かせるなんてあまりにも礼儀を欠いてしまっております。問題ありません。あなたはここで休んでいてください。私たちがすぐに取ってきますので。将軍様は直々に行かれるのですか。なりません、そんな恐れ多いこと。それに外の戦況も。この場所は複雑で、あなたの記憶にある茶屋とは大きく異なります。私たちに任せてください。わかりました。まさか将軍様に茶道具を用意してもらう日が訪れるとは。最後の後悔と言いますか、最後の幸運と言いますか、まったく。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。探すのか。お茶は飲めなくてもいいけど、あの優しいおじいちゃんが500年前にいろんな悲しい目にあったと思うと胸が痛いな。遠いな。私も彼の入れたお茶が恋しくなってきました。そうだ、神里屋敷に行こう。あそこならきっと茶道具を借りれるはずだ。
なんか成仏させるために話合わせてんのかと思った。目が見えなくなってからは生活もいろいろと大変でしたが、それでも私は立派な茶道家をやってきたつもりです。恐れ入りますが、どうかお願いします。あ、さっきデータ取った。この1時間は715で、広角8859。違う広角プラス487、間違えた。昇格はマイナス6900。神里屋敷か。ちょっとでいいとこよ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。いや、行くか。どうしようかな。このまま行っちゃうか。神里屋敷。神里さん出てくるかな。旅人さん、それと将軍様、将軍様直々にいらっしゃるとは、どういったご用件でしょうか。社奉行にある茶道具を貸していただけますか。はい、今すぐ準備してまいります。将軍様は中庭でお休みになられていてください。将軍様がいらっしゃったことをすぐに当主様にお伝えしてまいります。茶道具は準備が整い次第お持ちいたしますので。いえ、彼に会いに来たわけではありません。休むよりもこの時間を使って旅人さんと話をするつもりです。お手数ですが、茶道具の方はお任せしましたよ。はい、将軍様直々にいらっしゃったのです。最善を尽くさせていただきます。今すぐ手配してまいりますのでお待ちください。せっかく話をする機会ができたのです。私に聞きたいことが山ほどあるのではないですか。そうそう、オイラもそれが聞きたかったんだ。あの人の言ってた将軍様ってなんだかエイと全然違う気がするぞ。私がお茶を飲む機会はあまりなく、空いた時間はいつも武道の鍛錬に費やしていました。ですのでほとんどの時間、彼は前任の雷神、つまり私の姉である雷電誠のためにお茶を入れていたのです。え、もしかすると彼は二人の将軍に気づいていたかもしれませんが、ただずっと何も知らないかのように振る舞っていました。先ほど彼が言った理念も誠がずっと抱いていた現実に対する見方です。誠とエイの考え方ってすごく違うんだな。はい、それこそが私たちの間にある一番大きな違いでした。彼女が俗世で最も重きを置いていた考えは無双、すなわちより良い未来への承継だったのです。似た点もありますが少し違います。あなたが一心浄土に入ってきた時、願いを象徴する無数の星々が彼方の空で光り輝きました。
それを見て私の心は動揺してしまったのです。今思えば彼女が正しくて私が間違っていたのでしょう。そんなことがあったのか。誠は私よりも遠くを見据えていました。彼女にとっての無双とは願いよりも実体のない抽象的な状態のことだったのでしょう。願いが指し示すことのほとんどは特定の物質や結果です。それはそこで終わることもあれば新たな願いにとって変わることもあります。誠が気にかけていたのは人間に新しい願いを生じさせる原動力。その原動力は本能によるものであり、言い換えればそれも一種の永遠なのです。何を言ってるのかわからなくなってきた。わかりやすく言うと誠は結果を気にしなかったのです。あの時の私にはどうしても理解できませんでした。全てが前へと流れているにもかかわらず一体どうして永遠を保っていると言えるのでしょう。しかしそれが彼女の永遠に対する解釈でした。はい、以前の私は彼女が何か底知れぬ英知を手にしたからだと考えていましたけれど、ようやく分かったのです。誠のその考えは一見単純ですが、より成熟していて先を見据えた慎重な選択であったのだと。今のエイなら誠を理解できるのか。私の過去の永遠に対する考えはあなたたちも見届けたはずです。今の私はもう失ったものに固執することはありません。私と彼女は分かり合えたと言えるでしょう。将軍様、茶道具を見つけてまいりました。この一式が最も将軍様にお似合いかと。へえ、とても趣のある良い品ですね。ありがとうございます。そんな将軍様からお礼を言われる日が来るなんて。将軍様は実は話の通じるお方なんだぜ。二人とも戻りましょう。あまり古山を待たせてはいけませんからね。永遠の解釈もいろいろあるわな。結構あの組織の考え方と似とるよな。なんか新陳代謝が起きないといずれ廃れていくっていう、あれと似とるな。が以前見た記憶と同じように血脈の力をもってしてもそう長くは存在できないのかもしれません。じゃあ、あの人が入れたお茶を飲めないのか。それにさようならも言えてないぞ。血脈の中にある情報はあまりにも複雑で無秩序。このように再び彼に会えたこと自体がすでに貴重な縁とも言えます。でもせっかく茶道具もありますし、私がお茶を入れてみましょう。私は幾度となく古山がお茶を入れる姿を見てきました。何も問題はないはずです。できました。飲んでみてください。ハイデン将軍って料理できないよ。なんだかとても複雑な気持ちになりました。どう言い表せばいいのかわからないのですが、
あなたの言う通りですね。今日は私の記憶を呼び覚ますものをたくさん見ることができました。そしてたくさんの人々のことを思い出しました。狐西宮、誠、それから私の目の前で去っていった友人たち。先ほどシャブ行でお二人に話したのはどれも比較的軽い話でしたが、今度は少し重い話をしたいと思います。500年前のあの災厄は、私から狐西宮という友を奪っただけではなく、誠とも永別させたのです。彼女もその災難で亡くなったのか？はい、彼女は私に黙って一人でカーンルイヤに向かいました。私とは異なり、誠は武芸に秀でてはいません。ですので何か危機が訪れた時はいつも私が代わりに出向いていました。しかしあの時はどうしても私を置いていかなければならなかったようで、いえ、私を背後に隠したと言った方が正しいでしょう。私が気づいた頃にはもう、そうです、時すでに遅し、ただ次第に息が細くなっていく彼女を見ていることしかできませんでした。彼女はすでに意識を失っており、私は彼女の意識空間に入ること以外何もできなかったのです。あなたたちにとってはあの一心浄土のような場所がそれに当たります。そこで私たちは最後の別れをしました。同国する私は彼女の考えを理解することも叶いませんでした。どうして先にカンルイヤにたどり着いたのが私じゃなく彼女だったのか、どうして私に言わなかったのか、まさかかばうためだったとでも言うのか。私はそこで永遠を追求すると決心したのです。その決意を示すため、私は彼女の崩壊しそうな意識空間をとどまらせ、稲妻へと持ち帰りました。そうだったのか。驚くことに稲妻へ戻ると陽光山の頂上に巨大な桜の木が現れていました。そう、あなたたちも知る神王のことです。あなたと同じく当時全ての人が当たり前のように神王は昔からあったと言っていました。なぜ私が驚いているのか全く理解できないような顔をしていたのを覚えています。誰も疑う者はいませんでした。神王の存在は私の記憶と明らかに食い違いがあるのに、私だけがそれに気づけていたようなのです。結局私はそれがあの意識空間によって引き起こされた不思議な事象だと思うことにしました。神王の力を借り、私は稲妻で起きていた魔物の災いを鎮めることができました。なんだかもうオイラが理解できるレベルの話を超えててちんぷんかんぷんだぞ。ええ、彼女のこの大地と人々に対する情愛に比べれば私もまだまだです。もともとこの過去はもう二度と口にはしないと決めていました。決別を直視するのはとても苦しいことですから。ですが苦味のあるお茶を喉に通せば甘い後味がついてきます。そろそろ全てを直視すべき時が来たのだと、そう思ったのです。そうだ、エイはあの戦いを経験したんだろ。当たったら妹さん。そうですね、あなたが家族を探していることは聞いていましたが、まさかその彼女もカーンルイヤの災いと関係が？オイラたちが知る限りではどうやら関係してるみたいなんだ。すみません、私もその全てを直接見たわけではありません。あそこに着いた時、凄惨な戦いはすでに終わりを迎えていました。それにあの時私の心は完全に稲妻と親しい者たちの不幸によって埋め尽くされていましたので、
おそらくあなたたちの役に立つ話はできません。そっか、残念だな。でも仕方ないか。エイにも同じように悲しい過去があったんだな。最後の一杯は茶人に捧げましょう。再び出会う機会をくれたこの運命に深い感謝を。じゃあ引き続き痕跡を追いかけようぜ。ええ、事前の調査によれば次の魔物が最後の群れとなります。なんかして何この木がさ、戻ってきたらあって、でも他の人々の記憶は昔からあったっていうことになってたっていう、パラレルワールドを移動したかのような展開、すごいな。あ、これ残り続けるんだ多分。古山さん